桜を見る会の招待者名簿について立憲民主党の蓮舫議員は国会で改めて調査を求めましたが安倍総理大臣は個人情報に関わるとして実施しない考えを示しました名簿復元の方法はたった1つなんです総理、安倍事務所に後援会の全員一人一人に確認してください。 安倍事務所だけがそれをでできるんです調査せよと命じていただけませんか個人情報に関わることでありますから、誰が推薦したかということについて、誰を招待したかということについては、これは申し上げることができないわけでございますし、そうしたことを行う考え方はありませんまた蓮舫氏は、一連の安倍総理の説明に、国民が納得していると考えるかと問いただすと。 安倍総理は、国民の認識について、私が判断すべきものではないと答弁しました。